桜坂46の山下桃月が、31日、火曜日。発売の、プラチナフラッシュ、ボリューム24、公文社に登場している。3期生楽曲、静寂の暴力、ではセンターを務め、最新シングル、承認欲求、では初選抜にしてフロントメンバーに選ばれた山下桃月、プラチナフラッシュ、では、大注目を集める18歳のちょっぴりあざといピュアグラビアを取り下ろし、透明感抜群のフレッシュな表情に注目だ。なお、同誌には日向坂46から、小坂奈緒、山口春代、牛尾紗理奈、渡辺里奈&竹内きらり、SKE48、末永大花、乃木坂46、富里奈緒、AKB48、正井真由、NGT48、藤崎美優&佐藤海里、HKT48、そよながあき、セバサキセンセーション、佐山鈴鹿も登場している。